じゃ、こんにちは、豊さん。はい、交流戦二カード目。はいはい、まあ豊の視点3連戦を振り返る、はい、交流戦だよということで、うん、感動的な試合もあれば、はい、どうしちゃったのっていうチームも出てきて、はい、もうあの最初のねカードからいろいろありましたが、うん、次カード変わって、まあそうだね、うん、それとあと怪我人とか出遅れてた人間がこの交流戦を機にちょっと戻ってきつつあるよね。そうですね。だからまあそういう面では戦力が整いつつあるチームもあれば、うん、また怪我人で離脱するっていうね、はい、まあそういうチームもあるけども、はい、まあ試合をちょっと振り返ってみたいと思います。はいはい、はい、こちらが結果です。そうだね、赤枠のチームが勝ち越し、うん、ヤクルト2勝1敗、ソフトバンク3連勝、西武が2勝1敗、はい、中日、阪神、日本ハムが2勝1敗で勝ち越しですね、はい。まあ、勝ち越したチームはあの赤枠でなってて、はい、今まではまあ、とりあえず勝敗を書こうということで2勝1敗っていう書き方してたんだけども、うん、まあ、それじゃ分かりにくいだろうからって言って、はい、まあ、勝った方に寄せて勝ち越しを、まあ、こういう西武対 DeNA だったら、まあ、西武が2勝しましたよ、 DeNA は1勝しかできなくて、はい、西武が勝ち越して赤という、だからこう全部数字はそのチームの勝った数ということですね。まあそうだね、はい、うん、まあそれではいきますよ。はい、はいはい、楽天対ヤクルト、はい、まあこの横に書いてるのはまあそのまあ一言でね、うん、このカードどうだったかということで、うん、楽天はその、まあ、早川とか、うん、滝中とか、ま、投げて負けてたんだけども、はい、まあ、最後に則本が投げてね、うん、まあ、エースの意地を見せてくれたかなという、うん、まあ、ここのところその則本も打たれるケースが非常に多かったんだけども、はい、この当たってるヤクルトに対して、うん、まあ、低めを丁寧によく投げて、まあ、一勝をもぎ取ったなっていうような感じがするよね。でヤクルトの方は日替わり、はいはい、これ日替わりというのはもう初戦塩見大爆発ですね。3打席3打席で連続言えてないから連続ホームラン言えてませんよ、あなた。すいません、3打席ね連続ホームランということで、はい、3本目には自分じゃないみたいって言ってたけども、うん、まさしくはあの、まあ、そうかもわからないけども本当綺麗に引っ張り流しセンターというね打ち分けをしたという、うん、で次の日はオスナが打ち山田が打ちみたいなね、うん、長岡が打ちみたいな、こう日替わりでヒーロー、まあヤクルトはねやっぱ強いって言われてるのはやっぱ日替わりヒーローが出てくるよね、うん、どっかのチームみたいにこの人が打たなければ負けてしまうっていうようなそうじゃなくて、うん、どっからでも起爆剤になるというかさ、誰かが何かをするみたいな、するということね、うん、だからそういう意味ではそのヤクルト、まあパ・リーグの首位、はい、セ・リーグの首位、はい、まあ、ヤクルトがものすごいやっぱりこういい試合をやったね、うん、であのヤクルトはこの動画ではあんまり言わないけども、はい、高津監督のやっぱ選手の起用法っていうのは、うん、これはみんな触れてないけどもやっぱ素晴らしいものがあるね。うーん、これはねちょっと一回機会があったら動画にしたいと思います。はい、ね、あの個別で個別でね、はい、はい、まあ見事だったねヤクルトがこの楽天に勝ち越した、はい、うん、でソフトバンク広島、はい、新生新しいスター、はい、渡辺陸キャッチャー、はい、育成ドラフト1位、はい、あの出てきましたよ。左バッターで、はい、初打席かな、それがホームラン、うん、で2打席目ホームラン、はい、いやもうなんか1本目はまぐれかなと思ったけども、うん、あの2本目はもう本当に実力だね、うん、だからこのキャッチャー本当に経験を積ましていくと、うん、これ下手すると回がねもたもたしてて打てないようであれば、はい、こう取って代われるようなそういう素材になってくるよね。こうソフトバンクはね育成の選手がすごく多いですけれども、うんうん、こういった形で活躍すると活躍するね。でもまあ、うん、あの回も育成だからね、ね、言えばだからすごいよね。それとあとやっぱシュートが戻ってきた、はい、でシュートもこう非常にいい活躍をしホームランを打つというね、はい、だから新生、まあまあそのシュートは新生ではないけども、はい、新しいスターにまたなっていくんじゃないかという、うん、渡辺シュート、はい、すごく目立ったよね。だから非常にソフトバンクは地元の利を生かし3連勝したという、うん、で広島まさか、はい、まさかだよ、
まさか。ほらもう大瀬良、森下、アンダーソン、この3人で3連敗するなんて思ってなかったと思うんだよ。そうですね。森下投手なんてこう炎上したな。ワーストっていうことの失点でしたね。だけどなんか今年中日戦だったかな、中日戦の時もあったよね。ありましたね、ものすごい炎上したのが、だから今年修正能力っていうのが森下は低いのかなっていうような、そんな感じがするよね。で大瀬良もその勝ち星は上がってるけども、なかなかやっぱこう点を取ってくれないと勝てないというね、まあそういうピッチング、だからまあソフトバンクはやっぱこう底力、交流戦に強いなというね、印象を受けるよやっぱりね。なるほど、はい。まあそういう3連戦でしたね。はい。で西武 DeNA、はい。で存在感、これは誰でしょう。サヨナラホームランの、おお、そう、栗山。はい。ね、栗山がやっぱりこう春先ちょっと調子が悪かったんだよね。はい。だけどここに来てやっぱ存在感を出してきたという、まあ3戦目なんかはサヨナラホームランを打つとかね、はい、そういうこともあり、まあ前日は3本のヒットを打つとか、まあ非常にこう存在感を見せつけてきた。まあもちろん山川のホームランだとか、そういうものももちろんあるんだけども、はい、やっぱこう栗山が打つことによってやっぱチームの士気っていうのは上がってくる。だからそういう意味ではこのいい3連戦だったと思うよね。ただ高橋光成が初戦に負けたんだよね、やっぱ高橋光成、まあ 1-0 で負けたんだけどさ、高橋光成がやっぱ絶対勝たなきゃいけないよね。またその打線も勝たしてやらなきゃいけないという、まあ大力も素晴らしかったんだけどもさ、だけどまあ栗山が当たってきた存在感、これは非常に西武にとっては大きなプラスな材料になる。で DeNA、はい、帳消し、帳消し、1戦目相手のエースから勝ち星を握った、2戦目上茶谷、もう炎上するという、でその中でもやっぱ3失策、1イニング3失策をしてもう試合がひっちゃかめっちゃかになり、もう初戦の勢いが帳消しになり、3戦目にサヨナラ負けを食らうという、もうこの帳消しは良くない方の帳消しだったと思うんですね。もうね、本当にね、ちょっと気をつければ、まあ確かにこの交流戦の難しさが出たと思うんだよ、まあセンター関根だったんだけど、ボールの弾み方っていうのが他よりもきつかったかもわからないね、弾むということで言えば、だからそこら辺フラネさんが出たと思うんだけど、それは裏を返せばお前ら練習してんのかっていうことになる。そういうことも含めてやっぱこう細心な注意を図りながら練習してるのかっていうことが言えるんだよね。だからもうもったいないんだよ、いい試合もできるのにすごく下手打って帳消しにしてしまうという、またそれがね一つのイニングに集中するっていうようなことで、そうなんだよね、連鎖反応を起こすというね、だからまあそういうことがないようにすれば、本当にいい試合ができてるだけにね、ちょっともうちょっと頑張ってほしいなと思うよね、そこら辺がね、はい、オリックスと中日、はい、ね、お待ちかね、お待ちかね、お待ちかね、ちょっと字が多くてね、お待ちかね、はい、T 岡田帰ってきました、はい、お帰りなさいということで、やっぱりね、大きいのを打てるような人が出てくると、やっぱこう相手も警戒するし、マークもされるしね、その人に集中して、他になんかこう副産物が生まれるというかさ、だから杉本とか、やっぱ T 岡田が帰ってくることによって一人大きいのを打たなきゃいけないのかなと思ってたのが吉田正尚がいないからね、だから T 岡田が帰ってくることによってなんかこう重荷が分散されるという、だから T 岡田3戦目に打ったけどもね、宮城が投げてる時に、だけどそれが帰ってくることによって全員が楽になっていくという、で吉田正尚が帰ってきたらもっと楽になっていくという、だから T 岡田が帰ってきたことによって、まあ打線が少し良くなるかなという、なるほど、ということで杉本選手もホームラン打ったりして、そういうのもそういう効果もあるってことですかね。まあ、そうだね、少しね、気分的に、そう楽になったかなっていうふうに思うよね、だからまあこれから打線っていうのは良くなってくるかなと、ただし山本になぜ勝たせてやれない、まあ、そういうところのジレンマもあるにしても、俺中日必死、必死、この中日戦がさ、中日オリックスが始まる前、田島、山本、宮城って来るって、3連敗するんじゃないかっていうのを逆に勝ち越したよね、まあ、ここら辺は全カードの最後に勝てたというね、連敗を止めたという勢いがついたということなんだけどもさ、必死に戦ってたよね、
もう山本に食らいついて食らいついて、はい、ほんで決勝点を叩き出すとか、うん、だから非常にそういうこともできながらなんか淡泊なゲームもやる、うん、まあ、最後のその柳と、はい、宮城の投げ合いなんていうのは、はい、これはすごい見応えがあるなと思ったら、うん、柳が早々に KO を食らったよね、うん、だからまあそこら辺がちょっと残念なところではあったけども、はい、やっぱ田島に勝ち山本に勝ちってやっぱ必死な姿がすごく良かったと思うね、中日はね。またこれでこの2人に勝ったっていうことが次のカードにつながる、ね、まあ、自信が欲しいよな、うんうんうん、やっぱ食らいついていった姿なんてもう立派だったと思うしね、うん、全員がね食らいついていったという姿をやっぱ続ければやっぱ点は取れるなと思うよね、うんうん、はい、はい、でロッテ対阪神、はい、ね、佐々木朗希が勝てない、うん、ね、ちょっとこの辺になってくると、うん、必ず勝ってたかなっていうピッチャーだったり、このピッチャーでは勝っておこうよっていうピッチャーがちょっとなかなか勝てなかったり、まあ、そうだね、オリックスもそうだもんね、そうですね、参見される気がしますが、そう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 、ただその今まで勝ってたのになんかすごく調子が悪くなって、あ、ロメロがどうよって思ったのがロメロがちょっと復活してきたとか、うん、でも佐々木に勝ちをつけさせないと、うん、やっぱロッテの浮上はやっぱないね。なるほど。それとやっぱ起用も、うん、まあ、例えばその角中が戻ってきてね、はい、まあ確かに DH を誰に使うとか、はい、守備をどうするとか考えたら角中の起用法っていうのは難しいのかもわからないけど、うん、だけど今の打てないロッテに関しては、うん、やっぱどこでもいいから差し込まないと俺もいけないと思うんだよね、うん、だからそういう意味ではその起用っていうのが本当にそれでいいのかなっていうような、うん、そういうことを感じる。少し前にもそういった別のポジションの話なんかでも、うん、そういう話がありましたよね、まあ、キャッチャーのことでもね、はい、田村なんで使わないんだろうっていうのがね、うん、やっぱあるし、だからちょっと起用で悩んでるっていうか迷ってる部分っていうのはあるのかなというね、うん、でやっぱ佐藤を4番で使ったりとかもするけども、はい、やっぱ外国人が当たってきてるんだったら、うん、やっぱ素直に外国人で行ってあげた方が、うん、佐藤ももう少し楽に野球ができると思うんだよね。だからそこら辺まあちょっと苦しんでるなって思うよね、うん、ロッテはね、はい、まあ、ただそのロメロが復活してくれて一勝してくれたという、うん、で佐藤だね、阪神は規格外、規格外、うん、まあ、佐々木朗希が投げた試合で、はい、増田から、うん、もうキャッチャーなんか地面につけてたからねキャッチングするのに、はい、それをすくい上げてバックスクリーン持ってったという、まあ、やっぱ規格外のパワー、まあ、魅力が炸裂したんだけどもさ、はい、やっぱり 1,2 戦とも、うん、まあ、佐藤が活躍し、はい、まあ、その中に大山があったり、はい、糸井があったり糸原があったりだとかさ、うん、もう一歩なんだよね乗っていけるのがだからこれ3連勝でもしとけばさ、うん、いやグーンと阪神来るのにさ、はい、なんか一つ止められるんだよね、うん、まあ、ただ青柳が安定してたりだとかさ、はい、ウィルカーソンが安定してたりだとか、うん、やっぱここは、まあ、パ・リーグと違って勝たなきゃいけないピッチャーを勝たせれないと、うん、このセ・リーグは勝ってるピッチャーがしっかり勝ってるというようなね、うん、まあ、そんな感じがするよね。チームの状態としてそんなに悪いというわけではないけど、うんうん、もう一つ何かもう一つなんだよ阪神はなるほど、うん、だからまあその安定というかさ、だからピッチャーも頑張ってるし野手も頑張ってるんだよ、で走るところは走ってるしね、で悪くはない、そうです、ね、悪くはないんだけど、もう一つ頑張ってここ一つ取ったらもっと乗っていけるからっていうところ、もう一つを頑張ってほしいと思うよね、うん、はい、はい、で日本ハム対巨人、はい、日本ハムの2勝勝ち越しました。日本ハムね、巨人が負けたという、はい、まあ、やっぱこう広い球場にはなぜか弱い、なんでか分かりますか、うん、広い球場なぜかホームランの多いチームだから、いや違う、自分たちがホームランで勝つからだから、うん、ホームランの多いホームランで勝つことが多いチームだから、ああそう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 、うん、でまあ奇策ね、はい、日本ハムはランナーサードからエンドランをかけた、うん、はい、ね、普通どこのチームもやらないんだけども、はい、で中島のところに飛んだ初戦ね、うんうんうん、ホームに投げようと思ったらもうスライディングを仕掛けてたというね、うんうん、まあ、そのぐらい その奇襲をかけて1点をもぎ取ったっていうね、奇策がハマるっていうのがすごいですね。そうだね、だからまあそういうことをやるということをずっと春先、はい、キャンプの時はずっとオープン戦にかけてやってたから、はい、もうなんかこう浸透してきてるよね、うんうん、選手たちに、うんうん、
だからどういうサインが出てても慌てないというかさ、うん、だからそういう意味ではその奇策が当たるようになってる、はい、で初戦に奇策をこう見せてるだけに、うん、巨人はものすごい慎重だったね、戦い方が警戒しますよね、警戒するよね、はい、だからそういう意味ではこの2勝っていうのはなんかすごくうなずけるし、うん、まあ噂なんか見事だったね、ピッチングはね、うんうん、で巨人の方、はい、巨人の方は2戦目に勝ったのね、うん、その時は打線をちょっといじってきたんだよ、うん、でポランコを外しみたいな、はい、増田陸を使い、うん、松原を使いみたいな、うんうんうん、非常にこうホームランというよりも、はい、守備を固めながら、うん、つながり足が使えるような選手を使ってきたの、はい、そこで1勝したの、はい、で3戦目にやっぱこうポランコを戻し、うん、中田翔を入れ、そうですよね、うん、ちょっと打線がやっぱ重さが出たんだよね、はい、やっぱそのホームランというかさ、はい、長打でっていう、まあその2戦目で中田翔選手はホームランを打ったんですね、そう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 、だからそういう意味では、まあ、はい、使いたいという気持ちは分かるんだよ、分かるんだけども、じゃあそのホームランで勝つのは勝ったけども、はい、やっぱどっちの方が相手は嫌だったかというとさ、はい、俺はつながりのある打線を組まれた方が嫌だったんじゃないかなと思う。うん、それと札幌ドームで、うん、やっぱピッチャーもそうだけども、そんなに簡単にはホームラン打たれないっていうね、はい、日本ハムの方は自信が出てきてるから、うん、我々は打つよってパワーがあるからまあだけどこのカードの中にはさ、はい、中田翔がやっぱこう北海道でプレーをするという ね、 そうですね、あの事件以来ね、初めてね、はい、まあ、そこで宮西という同期入団の選手と対戦する、うん、代打でね出ていってね、はい、タイムリーを打つ、うん、2打席目にはホームランを打つという、はい、これが12球団から、ね、そうだね、全ての球団からホームランを打ったという一応記録達成ということでしたね、まあ、そうだよね、うん、だからそれと杉谷が自分が打席に入るときに中田翔が使っていた入場曲をね、うん、はい、かけて、うん、ヒーローになった中田翔にそれを振ると、はい、知らねえとだけど最後のベンチ裏での確認の時は、はい、まあなんか涙が出るぐらい嬉しかったという、うん、ねえ、もちろん気づいてましたよっていうね、そう、そうだね、はい、だからまああそこら辺がみんなのまでテレアで、うん、まあそういう冗談交じりで言っといて、うん、中田翔が言ってたね、うん、最高のチームメイトだって、そう、なチームは変わったからね、なんて言っていいのか分かんないですけど、うん、っていうことでしたか。だけどそういう思いがすごく詰まってた、うん、なんか3連戦だったよね、はい、いい3連戦だったよね、うんうん、まあ、試合内容もこう面白い試合、そうだね、はい、まあ日本ハムね、ちいちゃん、はい、あなた日本ハムのファンですか。そうですね、もうやっぱり、ね、なってるよね、そう、気になるんですよね、なんか母親みたいな感じになってるよね今日は勝てるかどうかってね、そうそうそう、あの選手たちのね、そうだね、まあ巨人はね、はい、まあこれ例えば大きな球場で戦う時は、はい、やっぱ少しつながりのある打線を組んだ方がいいかなと、うん、まあ、地元ドームとかだったらホームラン出やすいから、うん、まあ、例えばポランコだとか、はい、そういう人間ウォーカーとか、うん、重要打線を組んでも面白いと思うんだよ、はい、だからそういうつながりのある打線も組めるようにしとくと、もっと打線に柔軟性が出てくるかなっていうのをすごくこのカードで感じたね、うん、なるほど、はい、はい、ということで、はい、はい、さあセリーグパリーグの勝ちの数が今は、うん、セリーグ17勝、パリーグ19勝、まだちょっと均衡してますけど。けど、昨日全部パリーグが勝ったんだよね。うん、それがあったからこういう風な感じになったっていうことで、そう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 。わからないですね。まだまだわからないけどもね。まあだけどなんか非常にドラマがあったりだとかさ、うん、壮絶な試合があったりだとかさ、うん、まあ当てが外れたり、計算以外のことが起こったりだとか、うん、まあそういうするのも野球の一つだろうけどもさ、はい、やっぱパリーグではなんかいろんなドラマが隠されてるな。うん。うん、まあ、交流戦ならではというような試合も結構あるんですね。ね、はい、まあ次のカードがまた火曜日から、はい、ね、始まりますが、はい、またこの勝ちの数もどう変わってくるんでしょうかね。そうだね、まあ、今度はあのセリーグのね、はい、本拠地でやるから、はい、今度はまたパリーグの選手たちピッチャーが、うん、打席に立たなきゃいけない。そう、それもでも楽しみなんですよね。はい、普段見られないので。そうだね。はい。はい、まあ、ということで、3連戦を振り返りました。はい。